はいどうもゆきです。パワプロくんポケット12裏サクセス秘密結社編第1章バグなしで仲間全員集めることを目指して今回もやっていきたいと思います。蝶の館なあ、ちょっと聞きたいんだが、今は地下水道下水の管理はどこの役所でやってるんだ？ああ、その役職ならなくなったぜ。何年か前にカリムってやつが辞めて以来誰もやってないな。なくなった？ああ、商人たちからの希望で町の下水をきれいにしようって計画が持ち上がってさ、でいざ掃除を始めたらよくわからない病気でバタバタと掃除してる連中が倒れてさ、で市長の人月男爵に向かってカリムが熱弁を振るったんだ。下水を掃除すると伝染病が流行って危ないから放っておこうって。で掃除は中止。もともとそんなに仕事のない役職だったんだけど、それからは本当に肩書きで明けになってさ、何もしない役職なら必要ないってことでカリムが辞めた後は空席のままになってるんだ。熱弁を振った。ところでここの役人って給料はいいのか？とんでもない。だから役人たちは賄賂を取って生活の足しにしてるんだ。賄賂を取るのが当たり前になってるってことか。まあね。でも下水担当じゃ賄賂も取れそうにないな。役人を辞めてよかったな。いやそんなこともなかったと思うけどな。自分の土地でなければいくら働いたって農民の取り分なんてたかが知れてるからな。じゃあカリムは土地を持ってない？いや今は半分は自分の土地じゃないかな。去年男爵に作物を納めに来た時そんなこと言ってたような。この情報酒場で確認した方がいいかもしれないな。確認行きましょう。おいノース、手に入れたぞ。酒場来てるけどそれじゃねえんだよ。素晴らしい、これです、これでございます。じゃあ報酬をもらおうか。どうぞどうぞ。親方ちゃんと体直してよ。あ、お前もしっかり勇気様にお仕えするんだぞ。うん、偉大なる勇気様。なんだもうお仕えはごめんなぞ。いやそういうわけではありません。どうぞ夜道にはお気をつけて。経歴です。嫌なこと言うよこいつ。しかしマルチナ、お前の親方ってどうなんだ？町じゃ悪い評判しか聞かないぞ。そんなことないよ、確かに見た目は最悪だけど根はいい人なんだよ。それに私に優しいし食べ物にも困ったことはないよ。根はいいっていうのは遠回しに今はダメなやつだって言ってるようなもんでやんすけどね。そういう意味じゃないって、両親を亡くした子供の私を引き取って育ててくれたんだもん。悪い人はずがないよ。よう兄ちゃん金持ってそうだな。へへん、けど金だけじゃ足りねえな。命ももらおうか。絶対これ北野先輩の差し金っしょ。おいおい、この街ってこんなに治安が悪かったか？そこ、ギャー！あんたゼト？よーマルチナ、どこかで見たような顔でやんすね。おそらくこういう連中のボスってあの顔になっちゃうんじゃないのか？かわいそう。さっきの連中はあんたの手下か？まあね、どうして私を襲うんだ？お前の親方に頼まれたからじゃねえか。え？でも安心しな、おめえは助けてやるよ。親方にとって大切な人柱だからな。どういうことだよ？めんどくせえな。みんなやっちまえ！うわ。チキショー、こいつら強い！みんなずらかるぞ！どういうことだよ。さっきの奴らはマルチナの知り合いか？うん、隣の村にいる山賊。親方の知り合いなんだけど、ノースに聞いてみるしかないな。おい、ノースいるか？はいはい、偉大なる雪様、どうしました？お前に聞きたいことがある。お前、しらばくれんじゃねえぞ、この野郎。いやいや、聞きましたよ。あのゼトが、偉大なる雪様を襲ったそうですな。一体奴は何を考えてるんだか。しかしそのゼトはノース、お前に頼まれたと言っていたぞ。何をとんでもない。しかし私の友人があなた様を襲ったのは事実です。心からお詫びします。親方、人柱ってなんだ？はぁ？お前そんなのも知らないのか？足や城を建てるときにそれがちゃんと立つようにと下に埋められる人間だよ。つまり生贄ってことだよね。ゼトか、親方が私を人柱にするって。そんなこと話したことはない。信じておくれ、マルチナ。わかったわかった。とりあえずは信じよう。ああ、ひらめきましたよ。すべてはあいつのせいに違いない。なんだ突然。ネズミ男ですよ。なんで急に鬼太郎来たの？最近この町のそばの森に住み着いた魔物なんですけどね。魔物だって？はい。しかも私がそいつに似ているらしく、みんなが私をバカにするんです。それ何の関係もないだろう、間違いない。いいえ、私にとって都合の悪いことは全部その連中のせいなんです。この前も私の大事な本を盗んでいったほどでして。お、そうだ、偉大なる雪様。はいはい、分かったよ。その本を取り返せって言うんだろ。さすが偉大なる雪様だ。マルチナ、お前も頑張ってきておくれ。うん、もう疑ってますね。じゃあクエスト行きますか。その前によろつきですね、酒場。いや、また会ったな。再会の祝いだ、おごらせてくれ。あは、気前がいいな。そして。あ、そうそう、カリム歌ったよ。気のいいおっさんだったろ。あ、そうだな。そういえば気になってたんだけど、どうして兄弟であの土地を一緒に耕そうってことにならなかったんだ？ん？ほら、前にカリムのお兄さんが家を継ぐから、カリムは役人になったとか言ってたじゃないか。ああ、だって自分の土地じゃねえからいくら働いたって、いくらも手元に残らないじゃないか。あれ？半分は自分の土地だって、土地だって言ってたぞ。じゃあ買い取ったんだ。あのおっさんにもなんか運が向いてきたのかね。全部男爵の土地だと思ってたよ。うんね。カリムの子運は下水管理の担当になったことだろうな。ところでカリムが役人を辞めたのは何年前？3、いや4年前かな。確か図書館が火事で燃えた年だ。おい、それなら5年前だよ。じゃあ5年前だ。
繋がった。おい貴様、え、待っていたぞ。待っていたのか。さあ俺と戦え、本物よ。いや、今度は断りましょう。断れ。なんだと。人と争う理由が俺にはない。人とか。貴様、魔物ハンターだな。めっちゃ見つめ合うやん。ふん、答えぬか。まあ答えぬならそれでいい。貴様が魔物ハンターであると話を進めていくとしよう。自分勝手だな。魔物ハンターとやらには貴様のような匂いを持った奴らばかりなのか。知らないな。貴様が匂わなくても俺にはビンビンと匂ってくるぞ。やめろよ、街中で匂うとか臭いみたいじゃん俺が。おい貴様、なんだ、お前とは戦わないと言ったはずだぞ。ふん、今は貴様と戦うのはやめておこう。ただしなんだ、魔物を狩るときには俺を呼べ。貴様は俺を雇うがいい。なんだと。俺も魔物狩りに参加させろと言ってるんだ。お前のような奴らが戦いに明け暮れている場所だ。きっと俺を満足させる場所に違いない。これ以上こいつに付きまとわれるのも面倒だな。ここは嘘でも頷いてた方がいいかもしれない。わかった、機会があればお前を雇う。ふん、機会があればか。まあいい、俺の名前はアッシュだ。俺はユキだ。俺はお前がこの町から出ていくまではここにいるつもりだ。どんなに危険でも構わん。むしろ危険なほど俺はどんどんと強くなる。わかった、アッシュが仲間になった。オッケー。じゃあクエスト行きましょう。ノースの頼み事。あ、ちょっと待って、なんでトレロ戻したバカ。戻すのでどうやんだっけ。え、何ボタンだっけ戻すのって。あれ戻らんくなった。なんかこれ順序変わると分かりにくいんだよ。あ、マルチな固定でいかなきゃいけないからこれ戻せないんじゃん。じゃあこれでいいや。はい。順序変わっちゃった。よりによってまたこの森か。なんだかノースの依頼も思いつきだったみたいでやんすよ。だが魔物がいると聞いたら放っておくわけにはいかないだろう。飛行場と何らかの関わりがあるかもしれないし。じゃあ行きますか。本当にいたでやんす。ん？確かに言われてみれば、あの太ったやつがノースに似てるな。あのネズミ男に同情するでやんす。あ、怒って襲ってきた。似ているでやんす。いや、それ似てるって言ったら怒るべよ、北野先輩。最近ここにやってきたみたいだな。本というのはこれかな。一体何の本なんだ？ん？これは魔導書じゃないか。え？じゃああのノースは魔法使いなんでやんすか？そんなはずはないよ。だって親方が魔法を使うところを一度も見たことがないもの。慎重な魔法使いなら、家族にすら正体を隠していることもある。いや、でもさ、魔法が使えるならこんな小さな町で細々と悪いことしてないって。何らかの理由で見つからないように隠れているのかもしれないけど、まあノースが魔法使いじゃなくてもっとありそうな可能性がある。それは？この本はもともとノースのものじゃないんじゃないかな。あ、そういえば私そんな本を見たことがないよ。じゃあどうしてノースは本のことを知っていたんでやんす？簡単さ、このネズミ男たちは魔導書をノースに売りに来ていたんだ。つまりオイラたちはノースがタダで本を手に入れるのにまんまと利用されたわけでやんすか。おそらくこの本を誰かに転売して稼ぐつもりなんだろ。あ、きっとそれだよそれ。そういうせこい悪事なら親方は大好きだし絶対やるよ。ネズミ男に同情するでやんす。この本ちょっと欲しいな。銀の盾も高い金で引き取ってくれそうだし。ダメだよ、依頼の約束は守らないと。チェ、しょうがないな、持ってくか。なんか飛んできたでやんす。なんや岩？やじゃん、やだ、よけづら、やじゃん、危な。ちょっと、やよ、え、いや、隙間が見づらい、これ。オッケー、ナイス。危なかった。さあ、本をこっちに渡してもらおうか。お前はゼト。今回は手下大勢連れてきたから、この前には歩みたいには行かないぜ。いや、でもお前魔物に変身すっからな。くそ、本をよこせ。おい、お前たち。ここが王の森だと知っての牢石だろうな。うわ、兵隊どもが来やがった。くそ、物どもかかれ。うわ、おいらたちにも兵隊が攻撃してきたでやんす。もうめちゃくちゃだ。なんで俺悪いことしてないよ。不法侵入しかしてないよ。その高い本をよこせ。ダメだ、これは親方のものだ。よし、全員片付いた。この連中が目を覚ます前にとっとと逃げ出すぞ。もっと悪いことしてないのにさ、本侵入しかしてないよ俺王の森に。あ、森の出口だ。じゃあ帰りますか。もう困ったもんだぜ。これは神川殿、カウンシルはいかがでしたかな。あなたのお力によりあの空飛ぶ城が出現したと知れば、あなたの評判も随分と上がることでしょう。笑われたよ。なんと、カウンシルのじいさんたちにすれば城が飛んでも見た目が派手なだけで邪悪さが足りんのだとさ。うんむ、まあご安心めされ。神川殿、我らザムダンの企みが見事に成就した暁にはこの地は未来永劫呪われた地となりましょうぞ。そう願いたいね。せっかく古代の文献を解読して失われた儀式呪文を行使したのに。
同族に笑われただけじゃ俺はただの間抜けだ。いい加減お前らが何を企んでるのか俺にも教えてほしいぜ。へへへ、いいでしょう。幹部全集合、ソネシャブハキム。誰？あ、どうも、ゲンティンです。よろしい。ハキム、ああいう雑魚をここに連れてくんな。お言葉ですが、ボス。あいつは例の呪文で2回魔族に変身して、元の人間に戻っています。お、つまり研究対象として価値があるというわけですね。お前ら絶対に我が輩を舐めておるだろう。そんなもの珍しくもなんともないのである。集めた子供で実験を繰り返したが、魔族への変身が定着したものは未だゼロではないか。魔族への変身？なんだそりゃ。神川殿、人間を魔族に変える呪文、それこそがこの飛行場に隠された秘密の古代呪文なのだよ。この呪文完全復活の暁にはベルデンの町の住人全てを魔物に変身させてくれるわ。なるほど、そんな呪文が。いや待てよ、一時的な変身でも十分効果が得られるんじゃないのか。むしろ混乱した住人同士が殺し合えば、後で人間に戻った時にかなり面白いことになるぜ。確かにその通り。しかし町全体に呪文をかけるとなると、この飛行場の全魔力を消費してしまう。となると少しでも強力な状態で呪文をかけたいところではないか。しかし町にはすでに銀の盾とかいう魔物ハンターの一団が来ていると聞く。万が一にも失敗しました、じゃあ俺の顔が立たねえぜ。虫けらどもが、こうなったら俺も動いておくか。オッケー。じゃあうろつき農場。ああ、またあんたかい、カリメさん。今日は少し聞きたいことがありまして。地下水道の掃除を中心にすることで、誰かからまとまったお金をもらったんじゃないですか？何言い出すんだよ。俺知らないよ。この町の役人の給料は安い。だから、利用する相手から賄賂をもらうことが当たり前になっているとか。清掃計画の中止、随分と熱心に進言したらしいですね。それは危なかったし、それにさ、地下水道の清掃計画を中心したところで、一体誰が得するってんだよ。ザムだ。行く。いや、地下水道の奥に何があるのか知られたくないものだ。やってくる人間を片っ端から殺していては、かえって町の人間の注意を引いてしまう。だから病気で脅かして、誰も近寄らないようにしたんだ。言っとけどさ、使ってた連中に病人が出たのも、化け物を目撃した奴がいたのも本当のことだぜ。大掃除を中止するべきだと言ってきた奴も、連中も確かにいた。俺はそいつらから金をもらったが、どのみち中止にするつもりだったよ。病気も化け物もそいつらのせいだったかもしれないけどさ。まあ仕方がない。普通の人が魔物に逆らうのは難しい。だから責めるつもりはありません。それより今大事なのは、あなたが何を知っているかなんだ。この町を救うためにどんなことでもいいから思い出してほしい。あいつらは俺の家に夜中に突然押しかけてきたんだ。小太りのひげ男と目の細い痩せた男と、まだ若い綺麗な女だったな。病気を口実に地下水道の掃除を中心にしてほしいということだった。主に話をしたのはその女だったけど、3人で一番偉いのは痩せた男だと思う。確かソネって名前だった。その頃地下水道の作業に雇ってる連中が病気で次々倒れて、元気なやつもビビってたんだ。だから俺もその話に乗ることにしたんだよ。で、会談の後で連中は普通の人間には絶対できないことをやって帰っていた。あれを見てすっかり俺も震え上がって、逆らう気力なんてすっかりなくして。一体何をやったんだ。その女が目の前で溶けた。あ、いや、そうじゃなくて、何千匹もの虫に変化したんだ。そのままドアの下から出て行ったよ。あとの二人は気がついたらいなくなってた。それ以来どこに行っても虫が俺を見張ってるような感じがして。それは気のせいじゃないかもしれないな。連中がやってくる直前に地下水道で何か起きなかったか、きっかけがあったと思うんだが。ああ、それなら地図にない通路を見つけたという話が。地図にない通路だって。火事で焼けちゃったけど、図書館には地下水道の詳しい地図があったんだ。で、その地図には不自然な空白があって、どうもおかしいってことになって、その辺りの壁を調べてたんだよ。それだ。地下水道の抜け道について聞き出した。オッケー、イーベル来た。ここはよかった、目覚めて。町の宿屋だよ。安静にする必要があったから勝手に部屋を取らせてもらった。心配しなくても、宿代は組織持ちだから。そうか、私は森で魔族に敗れて。すまない、迷惑をかけてしまった。気にしなくていいよ、同じ組織の仲間じゃないか。ユキ、ありがとう。この恩は必ず返すから。だったら一緒に戦ってほしい。それは何か訳があるみたいだけど、よかったら話してくれないか。わかった、話そう。幼い頃、私が住んでいた村は魔族に襲われ全滅した。その時生き残った私にも呪いがかけられたらしいんだ。呪い？そうだ、私が強く思う人に不幸なことが起こる呪いらしい。銃を持てと一緒や。そんな呪いが？銀の盾の行為術者による結論だ。本当だと思うしかない。それに私の近くにいた人が不可解な事故に巻き込まれていったのは事実だ。村で私を拾ってくれて、魔物ハンターとして鍛えてくれた死も命を落としたんだ。そんな、
呪いを解く方法はないの？呪いをかけた魔族に術を解かせるか、本人を倒すか。でもその時のことは何も覚えてないし、手がかりは何もないんだ。そうなのか。話は聞かせてもらったぞ。ここは私に任せるがよい。しずやかわいい。しずや、森にいた魔族か、勇気に倒されたんじゃなかったのか。いや、倒したないんだ。うむ、そうなのだ。ん？イーベルにしずやとの取引について話した。そうだったのか。しかし勇気にそんな義務を負わせるわけにはいかない。私が勇気の代わりにこの魔族の求めに応じよう。うむ、それも面白い話だが、今はそれよりそなたの呪いだ。もしかしてしずやなら解けるのか。いや、そこまでは無理だ。ただ力の影響を最小限にすることならば可能だ。おお、それでもすごい。待ってくれユキ、私は魔族の力を借りるつもりはないぞ。でもその心意気は認めるが、私の力で呪いを抑えればユキと共に過ごせる。そなたにとっても悪い話ではないぞ。悩んでる。お前は私にとって倒すべき敵。力は認めるが信用できない。でもそれは最もな話だ。そうだ、ここは勇気に決めてもらうとしよう。なんで俺？え、俺が？エム、責任重いやん。イーベルもそれで良いな。え、わかった。勇気の言葉なら。なんで？借りるよ、シズは可愛いから。わかった。では早速と言いたいところだが、あの森の先に我が館がある。そこまでたどり着き、我と戦って勝てたら術をかけてやるとしよう。よいしょな。我が力を借りたければ、これ式の試練、乗り越えてみせるのだな。では待っておるぞ。すまない。また迷惑をかけるな。いや、俺も君の力を借りたいし、シズヤもこの町の異変と無関係ではないはずだ。だから気にしないでよ。ユキ、ありがとう。明日になったら私も動けるようになる。森で待っているから、準備ができたらいつでも読みに来てほしい。わかった。待っていてくれ。オッケー。じゃあ、再び地下水道へ。これで行きましょう。マルチナちゃん可愛いな、やっぱアンテで。子供たちはこの辺りで捕まってたんでやんすよね。お、足跡が奥に続いてるでやんす。よし、足跡を追って奥に行こう。ネズミ男が来たぞ。ん？大勢の足跡がこの横道の先に続いてるぞ。ということは、あっちの奥に何かあるんでやんすね。毒沼暗から嫌なんだよ。じゃあ行きますか。わ。さあ、これでたどり着くわ。なんだこの空間は、地下水道じゃなくて地下室みたいでやんすね。あ、先に明るくて広い場所があるみたいでやんす。クソクソ、大型の虫が多いな。気をつけろ、こいつらは人を襲う種類だぞ。これは怪しい儀式でもする場所でやんすかね。この炎は魔法のものだ。魔力を源にして大昔から燃え続けてきたんだろう。なんかどんどこどんどこしそうだね、ここ。ということはこの奥が近づいても大丈夫でやんすか。空間が揺らいでる。これはどこか違う場所に通じているゲートなんだ。よし、行くぞ。行きますか。さあ、ここでワープして着くわ。雰囲気変わったよ。なんでやんすか、ここは。風が強いな。周りを見てみろ。ここはおそらく飛行場だろう。じゃあオイラたちの足の下には何にもないんでやんすか。落ち着け、ここがザムダンの本拠地だ。だが連中が作ったんじゃなくて古代の遺跡なんだろうな。鍵について、ここは鍵がある場所ですね。はいはいはい。その頃、ん、城に侵入した者がいます。そうであるか。おそらく例のハンターどもであろう。ご心配なく、私が食ってまいります。やめて、やめて。虫の一匹が見張っていたであるか。体が虫の群れでできているというのは、なかなか便利なものであるな。そうですね。武器で攻撃されてもほとんど効かないようですし。しかし炎でまとめて殺せばどうということはない。相性的には我が輩はあいつの最悪の相手であるな。炎による範囲攻撃。つまりヘルモンドの正体はそういう虫というわけか。みんな虫だな。あれれ、声が聞こえるでやんすよ。ひょっとしたらさらわれた子供たちかもしれないぞ。助けてくれでやんす。お前かよ。違ったか。なんでやんすこの薄汚いおっさんは。いや、お前似たような顔やろ。お、あんたらはザムダンの連中じゃないでやんすね。おいらをすぐに助けるのでやんす。なんだかこの人階段に似てないか。え、おいらとは全然違うでやんすよ。あんた名前は。おいらは亀田でやんす。似てるのは当たり前で、平行世界の同一存在が。とにかく、おいらは別の世界から来たあんたなんでやんすよ。は？別の世界にいたのならおいらじゃないでやんす。名前も亀田と海田だし、あ、でもカタカナ似てんな。意と目も似てんな、こいつら。あ、もうこの世界のおいらは頭が悪いでやんすね。まあどっちも落ち着いて。よくわからないが、亀田はザムダンに捕まっているのか。そうでやんす。この世界に来てすぐにザムダンとかいう連中に捕まって、ガンダーゴーレムも奪われたのでやんす。ガンダーゴーレム？身長18メートルの鉄でできた巨大な人型の乗り物でやんす。おいらの大事なものなのでやんす。おいら、こいつはただの嘘つきか、夢見がちな変な大人だと思うでやんす。でも連中に捕まっていたなら何か重要なことを知っているかもしれない。助け出して連れ帰ろう。帰れればの話だがな。お前は？お前たちはここで死ぬ。骨になってな。虫の大群に変化したでやんす。
魔法で変身したんじゃなくて、もともとそういう体なんだな。ほう。この姿を見て驚かないとは、こちらが少し驚いたぞ。大抵の人間は私の変身で驚いてる間に倒される。カリムから聞いていた通りだったでやんすけど、実際に見ると気持ち悪いでやんす。カリム、バカバラすなお前。カイだ、始末でやんす。なるほどな、あの男やはり始末しておくべきだったか。だがまずはお前たちだ。うわあ、シアン、虫やん、虫やん。この虫たちがシアンなんですよね。名前が虫やん、チュライ。結構体力持ってかれたな。ふむ、なかなかやるな。虫は結構殺したと思ったのに、体が元通りでやんす。虫の数が減ったようには見えない。何か仕掛けがあるのか。わしの名前はシアンだ。また会おう、あんたたち。虫の群れが逃げていくでやんす。これはシアンの体を構成する虫の死骸か。シデムシ、クロバエ、羽隠し、コオロギ、ムカデ。うわ、ムカデ一番嫌い。雑多でやんすね。なんか足いっぱいついてる虫怖いっす。どうしてこんな地味な虫ばかりなんでやんす。何か理由があるのかもしれない。待てよ、全部ひょっとして死体を食う虫か。とにかく他の敵が出てくる前に子供たちを探し出そう。うわ、おいらを助けてるでやんす。よく死体を食う虫とかわかるな、こいつ。なんだ、こんなところにいたのか。シアン、さっきは気づかなかったが、このオーラ、お前の正体は虫というよりもアンデッドに近いようだな。だが、なぜ体が虫でできているんだ。生きたまま虫に食われたんでね。腐り落ちながら、ただひたすら運命を呪い、世界を憎み続けた。すると、私の肉を食った虫たちに私の意志が宿り、このおぞましい肉体に変化したというわけだ。いや、きつすぎでしょ。いや、マジ全年齢対象ゲームでやる設定じゃねえよ。生きたまま食われたんでやんすか。どうしてそんなことに。私のことはそのくらいでいいだろう。それより君たちのテストをさせてもらおうか。あ、やめてやめて。あれはさらわれた子供の一人。何をする気だ。あ、子供を魔物に変身させたでやんす。ハキムは部下を変身させたそうだが、こちらの方が有効だろ。間違って殺さないように気をつけるんだな。いい、普通に殺しちゃったけど平気かな。殺しちゃったけど見事だ。ムタントの戦闘能力だけを奪ったな。危険な相手によくぞ手加減したもの。いや、全然手加減してねえし、三段突きしたし。褒美にその子供は返してやる。あいだ、逃げるぞ。え、この子は置いていくでやんすか。元の姿に戻るまで待っていられない。あいつの目的は時間稼ぎだ。冷静。ふむ、バカではないようだな。うん、あれ、冷静。おやおや、こんなところでお会いするとは思っていませんでしたよ。お前はハキム。さあ、死んでいただきますよ。お前かっこいいんだよな、お前見た目が。マジで、ムシアンはかわいそうなことになってるのに、ハキムだけ男の子の憧れみたいになってるんですよね。くっ、私としたことが。逃げられたでやんす。こっちも逃げるぞ。この城は魔物だらけでやんす。これじゃさらわれた子供を探すところじゃないな。ところでなんだここは。あれ、大広間でやんすか。へへへ、ようこそ我が飛行場の中心へ。お前はヘルモンド。さよう。そして我こそがザムダのリーダー。怪しいやつだと思っていたら本当に悪いやつだったんでやんすね。魔物ハンターのふりをして。我が輩は嘘など言っておらんぞ。飛行場に目をつけた別の組織のものでお前たちのライバルだと言ったのだ。うっ、ずるいでやんす。こんなところにまで来ていたのか。しかし追い詰めましたよ。囲まれた。いやいやいや、ザムダンの幹部が全員集合とは全くもって壮観であるな。運の悪いハンターたちだ。このメンツ相手では勝ち目はない。メイドの土産に教えてやろう。この飛行場は実はマナラインの観測所なんだよ。マナライン、大地を走る魔力の流れである。魔法使いはマナラインから魔力を引き出して使っているのだよ。この飛行場はマナラインから魔力を引き出して飛行し、余った魔力を蓄えることができる。その魔力を使って何をする気だ。ヴェルデンに強力な呪いをかける。お前の目の前にある魔法陣、そこにこれまでの2ヶ月で蓄えた魔力が封じられているのだよ。それを使ってだな。おいバカ、そんなこと言ったら。え、あ、そっか。あ、消した。やめろ。せっかく蓄えた魔力が暴走してしまうではないか。危険でやんすよ。だがこれ以外に方法はない。ドワン。まったく無茶をする人たちですね。防御魔法が間に合ったからよかったようなもの。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、生きてるぞ。地上に降りてるでやんす。あの連中は飛行場が落ちるのを防ぐためにこの城の緊急排出機能を使って爆発中直前に魔法陣ごと地上に放り出しました。大怪我をしていると思いますが、まだ生きているようですよ。なんと悪運の強い。では調査を急いだ方がいいな。要連中が入ってきたゲートは破壊しておきました。これで時間は稼げるでしょう。しかしヘルモンドはさぞかしがっかりしているだろうな。これではヴェルデンの町に魔法をかけるのは無理だ。そうでもないようですよ。どうして。この飛行場を飛ばしている魔力を魔法に使うつもりのようです。それだとこの城は落ちるぞ。ええ。魔王城さえ見つかれば、私たちにこの城は必要ありませんし、別にいいんじゃないですかね。カリムの農場、逃げてカリム。
なんかさっき外ですごい音がしなかったか？うわ、あんた口止めしておいたのによくもハンターたちにペラペラと喋ってくれたようだな。いえいえ、なんのことで？次の満月の晩までハンターたちには何も喋るな。お前の子供は人質にもらっておく。うちの息子に何をするんだ？ダッチャー！いや、アドルフ！かわいそう。とにかく飛行場へ行く方法は分かったんでやんすから、次こそは子供たちを救出するでやんす。残念だけど、それはダメみたいよ。リン、話を聞いてすぐにその地下室の様子を見てきたけど、完全に壊されていたわ。まあ当然の対応ね。クソ。だが、蓄えていた魔力はなくなったはずだから、まだ時間はあるはずだ。クエストクリアオッケー。コトン、ん？何の音かしら？誰もいないよね。さっきの風だったのかしら。あ、飛行場からやってきた。うわ、びっくりした。あれ、この人から目がそらせない。娘、俺の声が聞こえるか？はい。よし、お前の宿に泊まっている連中の様子、何でもいいから調べておけ。3日後の夜中に中央広場に来い。それと、奴らが全員で一斉に出かけるときには宿に赤い旗を立てろ。はい、わかりました。おやおや、よく見るとなかなかの女だな。念のためにしもべにしておくか。ん？あー、もうクソ暑いね、アンス。あ？あんたなんでこんなところでぼーっと突っ立ってるね、アンス。え？あれ？私、今何してたんだっけ？頼んない人でやんすね。とっとと中に入るね、アンス。そろそろ戻るか。あいはー！クソ、また魔物がこんなところに。僕は魔物じゃないやーい。ピエロだぞ。ピエロの声やってる時が一番楽しい。どこをどう見ても魔物だろ。何度も言ってんのにバーカだな。僕を見習って少し頭を使えよ、バーカ。なんだと？うわー、バカが映る。痛い。おい、これ待て。どうしたんでやんすか、先生。戻ってくるのが遅いから迎えに来たでやんす。どうしたんでやんす？あのピエロ、絶対に退治してやる。先生。オッケー。